初代レインボーウォーリア号レインボーウォーリア号はグリーンピースの保有した活動船である。グリーンピースの海上行動の主力となる船であったが、1985年にレインボーウォーリア号事件で爆破され沈没した。同じくイギリス製の船を改装した2代目を経て、2011年以降は、新造された3代目のレインボーウォーリア号が役目を引き継いで、 日本を含め世界各地に出没している。アムステルダムに寄港したレインボーオーリア号。レインボーオーリア号はそもそもはイギリスの農務省に属するトロール船でイギリスの水産学者の名を取ってサー・ウィリアム・ハーディ号と呼ばれた。1977年に民間に払い下げられた後グリーピースによって購入、改装されて以後この団体の活動船となった。である。 レインボーウォーリアは、グリーンピースの早々期メンバーが、インディアンの伝承から借り受けたもので、グリーンピースはこれを現在まで好んで用いている。北海で、タラ漁に従事していた、この船は、厳しい北の海での航海にも耐えることができ、また長期間の航海を行い得る設備とスペースを有していた。改造された船体は緑色に塗られ、さらにその上に虹を、選手方向には鳩を描いた。 沈没した年の85年には燃費向上のためと環境保護を訴えるための視覚的アピールのためにマストを2本追加設置してケッチタイプの小船となっている。レインボーオーリア号は捕鯨反対、アザラシ漁反対、核実験反対、核廃棄物海中投機反対の活動船として世界各地に出没、アイスランド、カナダ、スペイン、フランス、ソ連等々。 様々な国の漁船団と、また沿岸警備隊や海軍と衝突しては、打破されるということを繰り返した。85年、アメリカの核実験により、放射能汚染の危険性があると考えられた、マーシャル諸島は、ロンゲラップ干渉から、島民を他の島に移住させるための輸送作戦を行った後、レインボーオーリア号は予定されていた、フランスのムルロア干渉における、核実験に抗議するために、 ニュージーランドに向かった。詳細は、レインボー・オーリア号事件を参照7月10日、ニュージーランドのオークランドに寄港していた、レインボー・オーリア号は、核実験の妨害を阻止するために、フランスの情報機関、ドグスによって爆破され、沈没した。これによって1名の死者が出た。船はその後引き上げられたが、修復再使用は困難とされ、廃線が決まった。1987年、 レインボーオーリア号はノースランドのマタウィワン、カバリ諸島付近で人工漁場として沈められた。ここはダイビングスポットとしてニュージーランドで知られている、いわゆるベイオブアイランズの北側にある。なので潜って見学することができる。ベイオブアイランズにはレインボーオーリア号の他にもニュージーランド海軍の退役した軍艦が同じように沈んでいる。ちなみにやはり、 ノースランドのダーガビルの博物館には、レインボーオーリア号のマストが保存されている。ありがとうございます。